親愛なるダイヤモンドドッグズの諸君、スカルフェイスは死んだ。だが俺たちは仲間の仇を取れたか。いや、奴は死んだが、奴が俺たちに植え付けた幻視痛は消えない。サイファーもまだ残っている。彼らが俺たちを内部から蝕むスパイ、寄生虫を植え付けていることは明らかだ。いいか、仲間を疑え。そして疑わしきは告発しろ。それこそが俺たちを守る唯一の方法だ。俺はもう目が見えない。だからこそ君たちが俺の目になれ。スパイを許すな。最も危険な敵は俺たちの内部にいる。スカルフェイスが死んだところで俺たちの痛みは消えない。もっと力が必要だ。仲間を増やし、ダイヤモンドドッグズを拡大する。ミッションの依頼も来ている。やるべきことはまだまだある。